今日は木津川アートをリポートせよというミッションで、先ほどこれを渡されました。木津川アート10周年記念の冊子なんだそうです。結構分厚いんですよね。木津川アートか。こんにちは。あ、改めまして加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、私木津川アートって実は行ったことなくって。そうなんですね。知らなかったんですよ。ね、しかももう10回10周年記念ですか。今まで毎回あの場所を変えて6回目の開催を。これですよね、はい、これですよね。上駒とか鴨とか遠野とか。そうですね。で、あの古い町とか新しい町とか、はい、あのまあ、公園とか、あの神社とか、で古民家とか、いろんな場所をあの現代アートを展示して、で、あの来場者の方に見に来てもらうっていう、その芸術祭ですね。現代アートを飾ってるんですね。そうなんです。でこの秋ですね、あの三河原地域、加茂町の三河原地域で、はい、開催される予定で今準備が始まっておりまして。三河原地域ですか、はい、あちこちにこう作品が点在するっていう形になります。なんか探検みたい。そうですね、街を歩きながらこうアートを巡るっていう、そういう。楽しそうですね、はい、それで今日あの作家さんが制作をされてる場所がありまして、はい、ぜひあの石黒さんにも制作に参加していただきたいと思いまして。私がですか、はい、制作のお手伝いって私できるんですか。できます。本当に楽しみ、はい、じゃ あ, あの一緒に奥中さんの制作現場に行きましょう。行きましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きます。行ってきます。はい、こちらです。おお、大きい作品ですね。今日はあのこの場所でですね、木津川アートの作家の奥中さんが制作をされています。ご紹介します。木津川アート作家の奥中明人さんです。おお、よろしくお願いします。アート作家さんっぽい。石黒です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。空気を素材としたアート作品を制作している奥中明人さん。2016年から木津川アートにも参加され、国内外で活躍されている作家さんです。キラキラしたフィルムが幻想的な今回の作品では、作品に風を送るためのファンの位置取りと境目をテープで補強する作業をお手伝いしました。一人がこれをこんな感じで伸ばして、左右に伸ばしていただいた状態で真ん中をスススススススッと止めていきます。はい、はい、あ、とても綺麗です。こういういい仕上がりができる。ちょっと息が合いますね。本当ですか。じゃあここからですよね。はい、ここからでございます。これ、あ、お見事お見事。そのまま柔らかく優しく置いてやってください。そう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 。あ、お上手。見えます？うん、見えます。つなぎ目、ここ、ここ、そうなんです。こう来て、ね、こう来て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 、こうですね。素晴らしい。はい、なんで、それを、石川さん、うまいですね。そう。追う感じですよね、はい。そこをフォローしつつ。そう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 。そうそうそう。あ、そう。ものすごい。いやいや、熟達の方の腕前。米。いや、米ちぎってやるタイプだよね。今日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。あ、めちゃめちゃ嬉しいです。なんかでも結構体力いりますね。そうなんです。根性で作ってます。すごい体育会系だなって思いながら、結構私に合ってるかもしれない。そうなんです。すごい上手かったんです。体育会系の人これ上手いと思います。あ、本当ですか。よかったです。この素晴らしい展示はいつどこでされるんですか。はい、9月の下旬から、木津川市市役所のエントランスホールに浮かばせます。あ、市役所のエントランスに浮いちゃうんですね。そうなんです。わー、すごいな。なので、もういろんな方々が、玄関をこう入って
するとこういつものこう市役所の景色の中であれなんか違うなって思うと上にズドーンと頭の上にあるわけですね。巨大な虹色の見たことのないいろんなその色を含んだ彫刻が展示されるというわけです。いや楽しみです。はい、木津川アートね、ぜひとも皆さんに来ていただきたいなと思う次第です。ありがとうございます。木津川アート楽しみにしています。古民家や里山、市役所でも作品が展示され町全体で楽しめる木津川アート、今回お世話になった奥中さんの作品は幻想的で美しく思わず見とれてしまいました。作品作りのお手伝いをさせていただき、完成した作品を見るのが今から待ち遠しいです。次はどんな木津川 E が待っているのでしょうか。お楽しみに。